次にご紹介しますのはドリームインラバブルデイ2を作詞されました赤津博さんです。どうぞ前の方までお越しください。少女デコサイ6王ポップス系優秀作品賞赤津博殿、あなたの作品ドリームインラバブルデイ2は日本2010年度デコサイ6王作品部門において当初の成績を収められました。よってその栄誉をたてこれを賞します。平成23年4月24日デコサイ6王実行委員会共催全日本学振興会株式会社ユニオプレスクリエイティブ、おめでとうございます。モデル歌手をやらせていただきまして、ちょっと思わずちょっと歌ってしまったという感じなんですけども、いやでも本当にやっぱ歌詞がですね、もう本当にこう希望あふれる詩だなという印象を受けて、すごくこう歌っていてもこう心がなんかこうワクワクするようなそんな気持ちで歌わせていただきました。でこちらの曲はいつ頃書かれた、曲というか詩はいつ頃書かれたんでしょうか。去年の2月前、7月。あ、そうですか。でもこちらもちなみに2というふうについてますよね、タイトルに。っていうことは、もちろんその、1というか元の曲が、あるということですよね。それちょうどですね、10年前にドリーミーラバブルデイ、ラバブルデイというもので出させてもらいまして、でその時も、賞をいただきました。そうなんですね。じゃあその元の曲と2と、両方とも賞を、はい、もらってしまったということで、もう本当にダブル、いわゆるダブル賞ですよね。はい、今こうして賞状を手にしてどんなお気持ちでしょうか。嬉しいですね。今後の目標などについてお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。今後の目標、やっぱり地震、震災にあった方にやっぱり一番聞いていただきたいなっていう思いがありますね。そうですね。それと同時にみんなが聴いてくれるような、ほんの少しでもいいか聴いていただきたいという感じの気持ちでいます。それではもう一度大きな拍手をよろしくお願いいたします。はい、本当にどうも